テヨン NCT が Dear You メッセージで兵役や徴兵について話したので入手しました。今日木曜日28分の9、真夜中に彼が送ったバブル、来年はファンと一時的に会えないだろうと説明した。アイドルは兵役に至るまでの全ての思い出が彼にとって非常に貴重であることを認めました。テヨンは旅を思い出すたびに幸せになると認めています。1995年生まれのアイドルはメンバーと飲んでいて思ったことがあるのですが、言ってもいいですか、勇気を出して慎重に言いましたと説明した。これはデリケートな話題かもしれないけど、来年はしばらく君から離れることになるんだよね、ふふと彼は続けた。その時が来るまで私のすべてのスケジュールと計画は非常に価値があり幸せでした。テヨンはメンバーたちと過ごした時間、皆さんと過ごした時間、とても幸せでとても貴重な時間でしたと付け加えた。フルネームがありテヨンというアイドルは TOWN のコンサートでの時間内化に貴重化をますます実感していると説明した。スーパージュニアと東方神起は弟の NCT がますます並外れていると説明した。この NCT リーダーは NCT そしてファンを守りたいと語った。テヨンは軍隊に行く前に一緒に幸せになり、これからも素晴らしい時間を過ごしてほしいと呼びかけてメッセージを締めくくった。テヨンのメッセージの後ファンはNCT プラスワン27のフルチームに会えないという事実が近づいていることに気づきました。 NCT プラスワン27はメンバーが交代で入隊するため、完全なフォーメーションに集まるまでにはかなりの時間がかかるだろう。 NCT のテールとテヨンは2024年に兵役を開始し、その1年後にドヨンが続く。2026年にジェヒョンが、2027年にジョンウが兵役につきます。ヘチャンは NCT プラスワン27のメンバーとして2029年に最後の任務を遂行します。しかし NCT プラスワン27の分隊出発の推定年はまだ不確かです。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いし。